ヘルゴランとはデンマーク海軍の装甲艦。本艦はデンマーク海軍が自国の沿岸警備のために作り上げた装甲艦である。本艦の武装配置を示した図。本艦の基本構造は2本のマストと1本煙突を持つ装甲艦としてデンマークはコッペンハーゲン海軍造船所で建造された。監視水面下に昇格を持ち、監視甲板上には クルップ製 30.5cm5 装填式炭素砲を5000トン台の小型艦ながら最圧で 254mm の装甲で作られた円筒形の砲塔に収めていた。船体中央部に 305mm もの厚さを持つ鉄製の装甲板が貼られ、主砲塔の基部からボックスシタデルが配置された。ボックスシタデルとは 弾薬庫や機関を守るために箱状にに装甲を配置する当時の防御様式で本艦は2 5 4ト、mm、ルもの厚さを持つ装甲をリベットで組み立てられていたその内部には2 6トルも装式単装砲を片元に木つ計4機を配置していた本艦のボックス下タデルは髪型から見て主砲のバーベットを組み込んでいるために前方に長い八角形を しており、左右の斜め前と斜め後ろに方門が開けられ、床面のレールで2 6センチメートル方の方がを移動させることにより前後左右に最大2門を向けることができた。船体中央部上肝肝両舷に1 2センチメートル炭素砲が片元1機ずつ、計2機配置された。竣工後に近接戦闘用に、完備状肝肝に1 2センチメートル炭素砲3機が追加され、 三基は一門をやや後部にずらして並列に配置された。この武装配置により前方方向に最大 30.5cm 砲一門、26cm 砲二門、左右方向に最大 30.5cm 砲一門、26cm 砲二門、12cm 砲二門、後方に 26cm 砲二門、12cm 砲三門が試行できた。 ありがとうございます。